はい、久保さん、こんばんは。気になる男ですね。気になる男。第52話ですね。第52話。今回は、動画戦乱時代、生きる定めというね、タイトルにしたんですけども、その前に、始まる前になんですけど、久保さん、50歳の誕生日ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。ちょうど今日は動画を送る時間が、もう日付としては10月11日になる前には送れるとは思うんですけどね、ちょうど日付変わる頃に送るということで、50歳、誕生日おめでとうございますと。あんまりこう、他の人の誕生日にちょうどぶち当たって動画を撮るみたいなことはなかったので、こういうのは新鮮というか、初めてですね。初めてこう、誕生日おめでとうございますみたいな、動画を送るなぁと思って、これも何かのご縁というか巡り合いなのかなとはふと思ったりもするんですけどね、本当に。そんなことを感じながらスライドを作ってるところなんですけれども、前回49歳、40代最後か、40代最後に40分の大長編の動画が来まして、さあどうしようと。さあ久保さんどうしようかなとは思っていたところではあったんですけど、集中力があんまりもったいないなと、もったいないなと思ってですね、一個だけ、こういろんなね、すごいいろんなお話ししてくれてたんですけど、一個だけ気になるところがあって、それだけをこうちょっと引っ張り出そうかなと思ったんですけど、この自分の求めている人生を自分で作っていきたいっていうところをどっかで言ってたかなとは思っていて、そこをちょっと自分が共鳴する部分があったので、そこをちょっとお話ししようかなと。多分あんまり長い時間は取らないんですけど、ちょっとここだけなんですけど、やっぱりこの特別な能力がなくても伝えることができる。これが本当に、YouTube の良さかもしれないなっていうところをだけ、今回一つだけ言いたいなと思っていて、やっぱその特別な能力はいらないっていうところがすごく自分は良くて、もちろんね、その話す人に伝える技術っていうのは確かに向上していかないといけないところはあるんですけど、ただ、人間生きてれば最低限こう人と会話して生きてきたわけなので、最低限のことは言えるかなと。人に伝えるぐらいはね、最低限。社会人最低限やってれば、できないことはないなと。それをこの YouTube を使って少しずつ少しずつ、訓練していって、お話しするスキルをつけていって、それでね、ちゃんと人に伝えることができるようになると、またこれも一つのいいことかなとは思っていて、道半ばでゆっくりゆっくりこうスキルをつけていくっていうところではありますけれども、自分がやっぱり長続きしてできることってとても少ないんじゃないかなと思うんですね。やっぱ無理して結構やると思うんですよ。これはやっぱり受験勉強しかり、部活はどうなんだろう、ちょっと分かんないですけど、自分は部活は結構無理して続けてたタイプなんで、やっぱり長続きはできなかったんですね。やっぱその一瞬のきらめきというか、だからこう続けないと違和感あるなっていうもので、続けていけるものってすごく少なくて、前回ちょっと言ってたんですけど、
まあ、自分の日記だ、本当に自分に対する日記ですね。人に見せる日記ではなくて、自分に対する日記は、まあ、15、6年か6年ぐらい続けていって、まあ、それをね、本当に誰にも見せ、誰にもっていうか、まあ、自分だけのものなので、まあ、続けれたっていうところはあるんですけど、まあ、その、今度は人ですね。人に対して、他の人に対してこう続けれるもの。要は自分が表現することによって人様に何か価値を与えるというか、人様にまあ喜んでもらえるというかね、まあ、そういうものっていうのはやっぱ続けるのが非常に難しいなとはすごく感じていたので、ただ今こうやって YouTube というものを続けられているのはすごくまあ運がいいというか、まあ、たまたまいいものに巡り合ったなっていうところがあって、やっぱそこがこう続いているんであれば、やっぱそこに適性が少しあったのかなというところがあって、まあ、そういうものを見つけられると、まあ、すごくいいのかなと、残りの人生っていう方があれですけど、まあ、自分がちょうど今年40歳になりまして、こう40歳になってやっぱり感じたのは、まあ、自分も年を取ったんだなというのを改めてこう感じたといいますか、なんかずっと気持ちは本当になんか30歳というか年齢だけこう高まっていってて、その実年齢と自分の置かれた状況っていうのがあんまりリンクしてないところがあったんですけど、こうやって気になる男シリーズをこうずっとやり続けて、そうかとそうか、もう40歳になったのかと、まあ、家庭を預かる身であり、まあ、娘がもう小学2年生になってすくすく育っていってるというところで、自分の役割はまあ何なんだろうと、まあ、家庭をこう維持するというか家族を養う立場であり、かつまあ、自分のやりたいことはあろうかもしれないですけど、まあ、それはね、それはそれでまあ置いときながらもしっかりこう経営していくというか、自分をコントロールしていくっていうのがもう やって当然だと、やって当然な年代になっているんだなっていうのを改めてこう感じたりして、なかなかそういうふうにこう客観的にずっと見てなかったなとは思ったりして、だからこそこう続いている、まあ、自分が今続いているっていうことっていうのは本当に、あ、これは大切にしなきゃいけないんじゃないかなとは思っていて、こうね、一生懸命いろんなことを考えたり、まあ、悩んだりして、まあ、生きてきたけれども、結果としてこう自分が続いているものっていうのが今自分を支えていることになるので、まあ、それをしっかりとこう引き続きやっていくっていうところをしっかりやっていくことによって、まあ、道は開けるんじゃないかなと、なんかそんなことを思いながら感じていますね、本当に。そしてこの話してくれましたよね、死の交渉を得た日に、まあ、前回違う気になる男のちょっと10回前か20回前でもこの死の交渉を得た日にのお話してくれたと思うんですよね。まあ、死の交渉の中でも、その中で区分が分かれてるし、まあ、横移動っていうのはほとんどなかったっていうところをこう深くお話ししていたのかなという、そしてこの得たっていうところはまあ、ね、しょうがないかもしれないですけど、否認っていうところはまた少し自由人に近いというかね、ちょっとまた違った生き方をしてるっていうところもお話ししていただいたんですけど、まあ、だから自分はこの江戸時代にもし生まれていたら、まあ、当然農民だったような気がするんですけど、まあ、なんとなくですけどね、これは、まあ、自分は真面目にこの農業にずっとできたかなとは思うんですよね。まあ、自分の実家というか、まあ家、まあ、畑もあって、まあ、畑耕してたりも小さい頃してたんですけど、なかなかこう続けにくかったところがあって、まあ、お父さんがね、一生懸命畑耕して、まあ、畑、種の植え方とか、
あとこう、畝の作り方とかですね。あと竹をこう刺して、エンドウ豆とかこう育てたり、トマト育てたり、ピーマン育てたりとか、まあいろいろやったんですけど、蚊に食われながら、夏は蚊に食われながら、冬は寒さにこう、耐えながら草取りしたり、ね、なんかこう肥料やったり、まあいろんなことをやってたんですけど、まあ続けれなかったですね。お父さんがね、いい野郎、一人でやっぱやってるのはあれだったんで、手伝ったりはしてたんですけど、まあどうしても自分はこうやってできないなと思って、まあそういうところがあって、まあそう考えるとやっぱり、まあ、昔が自分がね、江戸時代に生まれた時っていうのは、まあ農民できなかったんじゃないかなとは思っていてね、とか言うことをふとなんかこう思ったりもしますね。だからこそこうやってね、まあ、今の時代に少し救われた感があるなという形で、こう、まあ、ロゾジェネっていうキーワードも出てきてたんですけど、まあ、今は本当にこの生き方を自分で決めれる時代というか、になってきたんじゃないかなとは思っていて、まあ、昔は本当に強制的にもうそこで決められたものに対して、どうしようもなかった時代があったところが、こうやって徐々に徐々に今変わってきてるとは思うんですよね。変わってきてるし、変わったところがある。特に自分がこう生き抜いてきた、まあロスジェネよりちょっと後の時代になってくるんですけど、やっぱ Windows っていうのが、パソコンっていうのが、まあちょうど小学校の頃かなに出てきて、徐々に徐々にこう中学校とか高校とか出てきて、まあ、そういう時代になってきて、いろいろ変わってきたような気がしていて、本当にね、こう、いろんなこう生き方が変わってきた時代に、こう生きてきたんじゃないかなと思ってて、まあその時代にこう生きたっていうのも、こう偶然ではなく、まあ必然だし、必然と思って、まあそれを宿命とこう感じていくっていうところもなんか必要なのかなと。戦争の話もたくさんしていただいたんじゃないかなと思うんですけど、まあその中でこの平和になったけど、まあそれはもう違和感でしかないよと、まあ戦争を、中を生き抜いた人が、まあ帰ってきた時に、平和って素晴らしいかもしれないけど、っていうところ、その平和になった時の平和の弊害っていうところもお話ししていただいたんですけど、この命の危険が迫っていたから、まあ、共通の敵がいたから、こう目標に向かうために、まあ、自分の意に反して、まあ、助け合うというかね、まあ、共闘するというかね、こいつは気に食わないけど、その目的とか目標に向かって、まあ、やっていくっていう、こうなんか人間臭さというか、まあ、意地もあるしプライドもあるんだろうけど、そこをこう曲げてでもこうなんかやっていくっていうか、こうなんかなんていうんですかね、そういうところってやっぱあったんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり共通の敵がいるからこそ。なんか今だから平和だからそういうのって、まあ、ないとは思うんですよ、なかなか。まあ、あったとしても、ね、例えば自分の親がどうだとかだとかもあるかもしれないですけど、まあ、なんか本当のこの一丸となってですね、一丸となってなんか共通の敵に向かっていくっていうことは、少しこう集団、社会として集団として生きるとしては、本当になんか少し生きやすいような気がしてて、今の方はちょっと生きにくいんじゃないかなと思うんですね。何を目標に向かって生きていくっていうところが、やっぱ見えづらいところがあるのかなと。まあ、そしてね、世代の後、ゆとり世代、そして悟り世代って言ってるとは思うんですけど、まあ、徐々に徐々にこの規制緩和っていう話もあったと思うんですけど、徐々に緩くなっていって、まあ自分がちょうど、いつだったかな、小学校後半、高学年だったかなに、ゆとりっていうのが出て、土曜日出勤、学校行かなくてよくなったんですよね。大体土曜日って自分が小学校の時は、
その半分、土曜日午前中だけ行ってたんですよね。でそれがこう土日も行かなくてよくなって、まあ、何が変わったのかっていうと、別に特段何も変わらなかったんですね。お父さんも大体土曜日はずっと出勤してたのが当たり前だったのが、徐々にこう土曜日行かなくなったのかな、土曜日行かなくなってよくなったのかな。ね、別に家にいたところで特に何も変わらないっていうところで、なんかこう、で今はもう本当に、その決まりはあるけれども、あとは自分の生き方次第っていう、まあ、悟り次第、悟り世代っていうんですかね、それが、まあ、そういう時代に変わってきたっていうところもあって、何かこう、しっかり自分の意思というか、自分の意思をしっかり持っていかないと、やっぱりこう、もうこういう時代じゃなくなってきたんですね、本当に。というのをすごく感じて、まあ、だからこそなんかこういう、なんか本気で怒るっていうかですね。まあ、普通の人から見たらね、周りから見たら、まあ、時代、別の世代から見たらか、別の世代から見たらね、馬鹿げたことだったかもしれないんですけど、それに対してこう本気で、馬鹿なことじゃないんだと。まあこれはドラゴンボールですけどね、本当に。他の人にとってはね、馬鹿げたことかもしれないですけど、自分にとってはね、それが全てだっていうことはあったと思うんですよね。なんか本当それっていうものを持てる時代を経験できたのは良かったのかなとか思ったりもして、だからこそその頑張れたとか、本当にこの自分の生き様っていうかね、まあ、死に対する潔さまでというまではないかもしれないんですけど、人間として生きるですね、人間臭さ、人間臭さっていうこの、なんというかですね、そういうところってすごくあったんじゃないかなとは思ってて、まあ、ここですね、意地とプライドが交錯しながら、我慢できないことでも、それをね、なんかこう、曲げてでもこうやっていくみたいな、いうところってすごく感じてて、なんかね、やっぱこういう気持ちっていうのはすごくなんか大事なのかなとはふと思ったりするんですよね。だから今回その動画戦乱時代生きる宿命っていうタイトルをつけたんですけど、な自分が図らずもこの YouTube の世界に、まあ、片足突っ込むどころかね、両足をもどっぷり今突っ込んでる状態なんですけど、その中でどう生きていくかっていう、これも偶然じゃなくてもう必然だと考えて、そしてその中で生きる定めをね、しっかりと思ってやっていくっていう、その強い気持ちを持たないとやっぱりあそこの世界では戦い抜けないのかなっていうのがすごく感じてるし、まあ、そこがすごく思いますよね、本当に。っていうのをなんかすごく感じた今回のなんかね感じでしたね。はい、ということで特にこう何がどうっていうわけじゃないんですけど、このやっぱり生きる定めっていうのを自分が感じることによってこうすごく思いが乗るのかなというところをすごく感じながら、今回は終わろうかなとは思うんですけど、本当にね、この気になる男シリーズっていうのは、自分をすごく今まで客観的に見れてなかったところがやっぱりあって、こう、特に子供が生まれてからですかね、子供が生まれてからこう、わーっとなんか、何が何だか分かんないうちに進んでいったっていうところがあって、ちょっとね、最後ごちゃごちゃ喋ってるんですけど、本当にこの今40歳でしょ、だから32歳の時に子供が生まれてから、もうそこから本当に仕事中心じゃなくてもう定時で帰るようになってっていう、働き方が完全にガラッと自分が変わってしまって、そこからもうなんかてんやわんやでわーって進んでいって、もう何が何だか分かんない状態で進んでいって、はっというところで、ね、会社が
会社から会社と縁がなくなってご縁がなくなってそこからこう今になってまたそれまたくわーってなんかなんかわけのわからんまま進んでいったところでこうちょうど今あんま40歳自分がなったところでふとなんか30代を駆け抜けた自分の30代を勝手に喋ってるんですけど自分もなんかわけのわからないままこう進んでいっちゃった感じがまあそれが人生なんでしょうけどねなんかそういうのをふと感じる、まあ、わけわかんないんじゃないですけどその中でもいろいろこう試行錯誤していったつもりだったんですけどねなんかこう今振り返るとなんかもうあっという間に終わっちゃったなっていうところがあってなかなかこうやって今客観的に振り返れる機会を持てた気になる男知るとすごく自分の中内面をすごくこう掘ってそしてまあこう、まあ、自分のこう今まで目をそらしてきたというかね、まあ、いろんなことに対してこう向き合おうっていうところでこう喋ってるところがあるので、まあ、すごくいいなんか語りに、まあ、自分だけ自分がですよね自分がすごくいいなんか内面を惚れてるんじゃないかなと思ったりもするんですけどねはいということで、まあグダグダちょっと喋ったんですけど今回も、まあ、気になる男を知りですね、久保さんが今回50代かな50代初めの次の53話がね久保さんの50話の50歳のところになるということでねなんかすごく、まあ、そういう節目にこう立ち会ったっていうのはすごく自分の中で珍しい感じでもあって、まあ、まあなんかすごくそういうところで動画を送るっていうのもなんか不思議な感じなんだなと思いながらもこの第52話を終わらせていただきます。はい。ということで、今回もありがとうございました。そして、第53話ですね。第53話、久保さんよろしくお願いします。はい。ということで、ありがとうございました。